歯医者さんみんな出てる。まず入りますので、はい、よろしいでしょうか。頑張ってください。頑張れ。原発事故を怒って怒って怒って怒り抜いて狂ってたんですけどね、相手が大きすぎてどこを叩いていいのか分かんないでストレスになってた時に告発するっていう新聞記事を見ましてね、あ、これだ。ある田村市のね、23キロ圏ぐらいに、23キロぐらいのところにいるわけ。それで今宮城に行ってるわけ。で、その、ほら、一応除染したら帰りますとか帰ってこいとかって言うんだけど、そんなもんじゃないよって、家の周りを測ってみれば、まだもう1前後なんだね。だからそんな状態で、あまりにも、まあ政府も政府、東電も東電なんですけども、あのままでいいのかっていうのがね、ムカムカしてたからね、この際とばかりに来ました、今日私たちは1324人の福島県民で福島地方検察庁の方に告訴をしてまいりました。ここに陳述書があるんですけれども、この一枚一枚を読んでますと、本当にどれも皆さんの心の中の本当心の叫びというものがここに書かれておりまして、それがどんどん胸に迫ってくる思いでした。で、この思いを無駄にしてはいけないというふうに思います。そして、必ずこの責任をきちんと問わなければ福島の本当の意味の復興などはありえないというふうに思っています。この間この被害があって、そして原廃法に基づく、賠償手続きというものが始まり、まだ除染が始まり、さらには今日に至ってはですね、まあ大井の再稼働が首相によって表明されると、まあ、おそらくその福島県民の被害を受けた県民の意思というものがそこには何もないままですね、事態がやっぱり進行しているんじゃないかと、そういう思いをですね抱いてこられた方々が多いんではないかというふうに思います。それに対してやっぱりもう一回この事故の原因は何なのか、そして与えた最大の被害とは何なのか、このことをですねもう一回考えようじゃないかというのが今回の告訴であります。この今回の原発事故、住民たちが避難をしてふるさとを奪われ、そしてちりぢりバラバラに暮らさなければいけない事態というのは何かと、これは健康被害です。健康被害で、まさに被爆の問題がふるさとを奪われ、そして家族がバラバラになっていく、そして毎日怯えながら暮らさなければいけない現実をもたらしているわけですね。ここに今回の事故の最大の問題があるわけです。罪深さがあるわけです。このことを正面から問うということであります。今日本にとって一番大事な問題はこの原発の問題です。原発がもう一回事故を起こしたら、もう日本に未来はない。それだけ重要な問題に、皆さんと僕たちは取り組んでるんですよ。だから、ぜひですね、誇りと自信を持っていただきたい。そして誇りと自信を持ってこの運動をさらにさらに前に進めていただきたい。それがですね、もう我々はその権力から抑え込められる人民じゃなくて、私たちが一番日本にとって大事なことに取り組んでいる国民なんだということを自分でよく自信を持ってですね、ぜひそういう運動をですね、広げていってもらいたいと思います。原子力村は解体していません。依然として強大です。これを打ち破るのが私たちのこの国訴の戦いだと思います。
そして結局それは私たち一人一人のよみがえりのためだと思います。福島再生、福島復興とかいろいろ言うけれど、私たち一人一人の人間の再生復興をなくして、この復興再生というのはないと思います。一人一人の復興こそ私たち国津団の願いだと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。